主教座制度は、キリスト教における、主教座が置かれる制度を、主教が所在主教区を管理する機能を持つ教会。主教座制度は、日本正教会、日本正公会で使われる訳語。日本のカトリック教会では、主教座制度、カテドラルに相当する。大聖堂と同義であると説明されることもあるが、必ずしもそうではなく。 小規模な主教座制度を大聖堂とは呼ばないケースがある。セウフィミア制度。聖教会、ハルキドン司教区の主教座制度。小規模な主教座制度の例。イスタンブール市、ハルキドン。主教座制度は大聖堂と同義であるとされることがある。確かに主教座制度は大規模なものであることは少なくない。 しかし、主教座制度の要件は、主教が所在主教区を管理する機能を持っているか、どうかであり、制度の規模の大きさは、主教座制度であるかどうかに影響しない。日本正教会でも、比較的小規模な主教座制度を、大制度と呼んでいるケースがある。正公会や正教会の各教区の中心となる教会で、その教区を収める主教が、自分の教区内にいる信徒を共同し、 司式するための司教座が置かれる。聖公会の場合、これは着座椅子と呼ばれる椅子が上置されている。聖教会では、イタリ聖書に司教の椅子が設置されており、司教座とも呼ばれる。日本聖公会には11の教区が設けられており、各教区の司教座制度を付け教会は次の通りである。京都ハリストス聖教会日本ハリストス聖教会には3の教区が設けられており、 各教区の主教座制度は次の通りである。ありがとうございます。